成功するのは周りの皆さんのこうおかげだと。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、村上康和さんの名言で、より長くより高く成功するためには支えてくれる仲間、味方がどれだけ多くいるかにつきます。周囲に対して感謝できない人間は成功し続けることはできません、ということでですね、村上康和さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。村上康和さんは卓球指導者、現日本生命保険女子卓球部監督、前卓球女子日本代表監督、卓球女子日本代表監督は2008年より務め、2012年のロンドンオリンピックでは女子団体で銀メダル、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは女子団体で銅メダルを日本にもたらしたということでですね、もう素晴らしい監督さんですけれども、もうまさにね、周りの感謝をして、することが大事だということだと思います。うん。本当にそうですよね。一人ではできないことってたくさんあると思うんですよね。卓球、シングルスか。シングルスの競技であっても、一人でやっていても、周り、コーチ、監督、それから、まあ、対戦相手ですよね。そういった方たちがおられますよね。そういった人にね、やっぱり、できることに感謝、教えていただくことに感謝、いろんなことに感謝して成功するんだと思います。昨日ね、たまたま、ヤクルト対広島ですか、の試合をちょっと、ダゾーンで見ていたんですけれども、ちょうどね、村上選手が100号ホームランをかっ飛ばしたところを見ました。でですね、そのシーンでね、すごく印象的だったのは、対戦相手の広島、ヤクルトの選手ですけれども、広島の選手、まあ、監督、それからファンの方々、それから本当に、みんなですね、もちろんヤクルトの選手、ヤクルトファンも、拍手してたんですけれども、みんなね、拍手してました。村上選手、そんな中でね、感謝のこう、お礼をしていたのが、すごく印象的でした。周りをね、いろんな人に支えられて、この100号、まだ21歳ということでですね、これからまだまだ記録を伸ばすということで、すごい選手が出てきたなと思って野球を見てました。うん。そういったね、選手でもそうなんですよね。バッティングピッチャーがおられたりだとか、本当に、いろんなスコアラーの方がおられたり、裏方の方がおられて初めて、そういった100本のホームランがかっ飛ばせたということだと思います。彼一人も素晴らしい選手ですけれども、彼一人だけではなく、みんなの支えがあって、もちろん、相手チームもあってのことだと思います。相手チームもね、こうやって相手選手ですけれども、拍手をするっていうことは素晴らしいことだと思います。私がね、まだ学生野球やってた頃にはですね、私も拍手をしてたんです。拍手をしていたら、うん、自分のチームの、年上の先輩から怒られました。なんで相手チームのことを褒めないといけないんだと言われまして、僕すごく、悲しく思った記憶があるんです。まあ野球もだんだんそういったね、ことで変わってきたなと思います。相手チームがね、やっぱいいプレーをしたらいいことを褒めることだと思いますし、成功するのは周りの皆さんのこうおかげだと思ってプレーすることが大事だと思います。私もね、こういった動画、登録者がどんどん増えてきていまして、登録者の皆様のおかげで、こうやって毎日配信できることがとても嬉しいことだと思います。毎日ね、こうやって登録者が増えていくこと、去年は全然思っていませんでした。自分一人のためだとは思っていませんけれども、一人でもね、多くこう、今のコロナ禍でですね、元気になってもらいたいなと思って やり続けてきた結果だと思います。もちろんこれはね、皆さんのおかげ、コメントいただく皆さんのおかげだと思います。もちろんね、もうなんか、どうしようもないコメントもあるんですけれども、まあそれも批判と思って受け止めてやっていきたいなと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。